というわけで今回ですね、初上陸名古屋でございますね。毎週1回、東海テレビツイッチという番組で、来てるんですけども、そこでまあご飯食べてるんですけど、今回は名古屋で行きたいと思います。向こう行った名古屋駅です。はい、これはもう名古屋の白小路通りです。向こうに行けば境になっていくというですね、名古屋の、素敵なスポットでございます。今回は、いつもご飯行ってる本美さん、アンダーポイントの本美くん、ありがとうございます。兵藤さんの名古屋の彼女ことアンダーポイント本美ですお願いしますね。お願いします。はい、じゃあ、今日はちょっと、はい、いつものご褒美飯に。そうですね、ありがとうございます。もういつも本当すいません。ありがとうございます。すいません、本当にいつも。これ一力さん、一力さん、これはね、もう本当にご褒美飯ですよね。多分僕名古屋に長く住んでますけど、名古屋で一番うまいんじゃないかってぐらいのうなぎ屋さん。一力さんいいですね。もう地が美味しいもんね、すでにね。雰囲気がいいですね。でここでもう香りバンバン出てるから、すごいです。はい、もうすごいです。今回一力さん、ひつまぶしで酒飲みたい。うわ、すいません。すいません、どうぞ。すいません、もう焼き場とかもすごいから、これうまそう。もうすでにちょっといただきます。食べてるし、もう店の中の香りがもうすごくいい。あのお口取りいただいていいですか。はい、お前食べへん。お口取り食べた、食べたの。じゃあいただきます。お口取り2つもしあれば。はい、僕そう、ビールの、はい、中瓶を僕、はい、冷たいお茶を、はい、すいません。まずはお口取りでちょっとお酒いただきながらみたいですね。もうちょっと酔われてますよね。でもちょっとね、来る前にね、はい、ちょっと予約の時間があったんで。人気店なんで、はい、予約の時間があったんで、はい、ハイボール4杯ぐらい飲んできました。いや、もうちょっと飲まれてると思う2時間近くありましたから。そうやね。そうですね、やっぱり、ね、それぐらいご褒美飯ですから、はい、待ちますよ、私は。ただ我慢しました。我慢しました。何も食べずに。食べてはないです。突き出しいただいて、ちょっとお酒いただいて、で、私はビールをいきますけど、本美さんのソフトドリンクで。ソフトドリンクで、すいません、ね、はい、いきましょう。いいじゃないですか。これも創業出た80年以上のとこやからね、名古屋でも。そうそうそう、この空気感をまた見ていただきたいと思います。すごいいいお店。いいね。さあ、突き出し、お口取りですね。お口取りって言い方はで、ここで、あ、こっち名古屋でもってことですか。うん、初めて聞いた、お口取りって。え、大阪違うんですか。お通しとか、さっきもメニューに書いてたけどさ。あ、でもどっちも言うんじゃないですかね、こっちは。お口取りっていう。お口取りも言いますし。ええよね、お口取りって。お口取りはちょっとなんかいい店みたいなイメージがありますね。ここやな。ここです。お口取りか。いいですね、お口取りね。うわー、これをまずじみじみいただいて。ええな。グラスと。ビール。あー、一番いい家ですね。一番やわ、これ。どうしたらいいですか？もううまいわ。もううまい。最高ですね。最高やな、これ。うまい。
ふわふわですね。卵の甘みとこのうなぎの旨味、ちょっと香ばしい感じな、はい、うまいな。2023年初めてやもんな。初めてです、初めてです、まあ、美味しい。マグロも美味しい。やばいですね、うん、美味しいですね。大体3ヶ月に1回ぐらいですか。これたら3ヶ月に1回ぐらいな。あ、しますね。後輩の店で酒4杯飲んで我慢した甲斐あるんだよまた戻って食べなあかんね、あそこで。ここでパンパンになるもんな。そう考えたらさっきの店お通しも出てこなかったですよね諦めてたもんな諦めてた。この人今日は食べる気がないないな日頃食べてるんですよ、ちゃんとな。うまきうまですか。あ、もうぜひぜひ。ひつまぶし上、はい、いきます。小見さんは波で、波で、はい、上位なんとあの量が半端なくなってしまうんで。さあ、はい、めちゃくちゃうまいよな。あ、これめっちゃうまい。ご飯盛りにしようかな。いや、まあまあありますよ大丈夫ですかせやまあありますよ。いや、全然全然問題ないです、ね、すいません、ひつまぶしの波一つと、はい、ひつまぶしの上を一つと、はい、で、だしを一つと、はい、あ、ついてます。それはちょっと変なところに書いたもんでね。あ、そういうことです。結構間違う。ほな、ひつまぶし上大盛りってできますか。ちょっと器が小さいので、別にお茶碗にも出しますけども。わかりました。それでお願いします。あの、ひつまぶしって言えへんな、やっぱり。うなぎまぶし上やんな。字で言うたら、まあ、でもそれがひつまぶしってことやもんな。そうですね。お刺身のこのこの醤油もほんま美味しいもん。マグロも新鮮やんな。そうですね、美味しいですね、うん。ひつまぶしはご飯と混ぜて食べる。うなぎまぶしはご飯の上に乗ってるのも食べるみたいなイメージなんですかね、これ。あ、なるほど。昔はそういうのがあったカテゴリーがあったんやな。家みたいなですね。家やろ。家の家です。たまに帰ってくれる家うまいな。日替わりやけどな、うん、月出しはな。毎回同じではないっていう。嬉しいですね。うん。写真もある時とない時あるから。うん、うまい。進むね、ビールね。お通しはなくなってしまいましたね。落としたら出たらもうビールもすごいくし、落としもなくなるよな進みますね。じゃあ、人の牛も来るので、はい、青春あ、取られますかね。日本酒行きつつ、多分ひつまぶしもつまみながらちょっとゆっくり行かせてもらいます。お酒いただいていいですか。はい、感謝します。いや、冷やで。冷やで、はい。楽しみだわ。これは大盛り来たけど、あのこれまあひつまぶしでもいいけど、うなぎまぶし上のご飯大盛りでお願いしますって言ったらこうなんねや。はい。
ちなみに、はい、波がこれ。波がこれです。はい、で、上がこうですね。これ、ね、これも最高の、はい、まあ言うたら、ご褒美やけどな。めちゃくちゃはみ出てますからね。大盛りって言うたらこうなんだよ。初めて言うてんけどな。今日はちょっとテンション上がってますよ。そうですね、こうなんだよ。チャーハン頼んでライス頼んでみたいな感じ。最高やな。最高ですね、これは。ありがとうございます。出した。ありがとうございます。出した。まあ、日本酒いただきます。いいですね。どうやることができた。万博ですね。幸せや。じゃあまずこの、ここはね、ほんまね、ふわふわのプリプリというか、これからいただこう。タレつけて、大丈夫タレ。あ、はい、僕は大丈夫です。普通のうなぎ定食。あ、最高ですね。では、白ご飯のうまい。丼の表面で白ご飯食べてる人初めて見ました。そうやんな、ね、ここは本当に美味しい。いいですね、日本茶合いますね。あ、うまい。美味しいよな、本当に。ここはここのために頑張れるよね。ふわふわ加減がおかしいですね。これで何枚かこう、この出汁はね、またついてくるかついてけんかは、波はついてこなかったりすんねんけど、これでいただきながら日本酒飲んで、で、ひつまぶし、うん、うまっ。うまい、ほんと美味しいね、ふわふわで、プリプリで。タレも濃すぎず、うん、別店のご飯をまず食べてまうわ。そうっすね、うん、まだ登山は始まってませんからね。普通はそのまま食べて、うん、薬味と食べて、はい、茶漬けにして、はい、でその中の好きなのを食べる、はい、の前段やもん。白ご飯と食べてるって前段やろこれ。前説が、前説や、前説が。これ名古屋人も知らないですね。その4つの前に定食があるとは知らないですよね。ほんまやな。定食食べながらの日本酒やで。幸せやわ。うまっ。すごいですね、わんぱくですね。そやろ。もう今、あの、ついてる昆布とご飯と飯食っても関係あれへん。朝ごはんじゃないですか。朝ごはん、幼稚園の朝ごはん。やっぱりこのふわふわはもううなぎもあるけど焼く技術やな、絶対職人技ですね、これも。白飯噛みながら日本酒飲んでる。もうなんか新たな酒できそう。うん、今日はあれやな、飲んべえっていうよりも食うべえやな。食うべえ、食うべえの方やな。うん、定食がつきましたね。定食がつけた。そんな本編行こうか。本編が、うわ、本編もすごいから、ご飯でもご飯が美味しいからさ、うわあ、危ない危ない危ない、うわ、溢れてしまいますね。溢れるわ、これ
このひつまぶしは俺あれですよ、名古屋で初めて食べる。めっちゃ汚いですね。こんなもんもうもったいない。香ばしさといい、白ご飯の美味しさといい、ほんまにご褒美やわ。食べつつ飲みつつやな。これとお酒、ここにこれやな。外側にいっぱいついてる。まずこれ。ここやな。ネギ入れて。これまだええんか。いや入れてもお好みでそれは。ちょっと辛さもこう入れてな。このみたいになりました。ああいいですね。で2杯目の海苔も入れて。まずは薬味のみでいきたいと思います。贅を尽くしてる。うん。ね。どこ見てんねん。もう悪大感にしか見えない。悪大感。ええやつ見えへんねん。だし行こうか。三枚目、かっこ四枚目の茶漬けの量ちゃうやん。いいね。で、ここに最後、海苔。はい。いこうか、日本酒飲みつつ。腹ギンギンになってきたわ。うん。味も美味しいね。そうですね、ここは。やっぱ美味しそうに食べますね。めっちゃしゃまいわ。部活帰りの顔します。ハードな部活帰りの顔してる。何にもしてんのな。うん、中で頑張ったと思った時はね、来て。そこまですごいですね、うなぎってなんかご褒美感が。うまいっすよ。やっぱり名古屋はすごく美味しいっていううなぎのお店がたくさんあるよね、はい、だから会えるよね、こういうとこね。美味しいよ。うまい。うまいよね、だし。なかなかないよね。いくらでも入れちゃいますね、この。入れる。で、うなぎと日本酒、最高に合う。しゃあ、これもお茶漬けばもう。いただいて、まあまた、さやな、ここはもう次はまたビールいただいて、残りのうなぎとご飯やな。ああ、いいですね。
最高のご褒美いただいた。うん、うまかった。また名古屋回らせてもらうとき、本命さんお願いします。お願いします、こちらこそ。とりあえずガツと食べますわ。めっちゃ食べました。あとはもうご飯粒もちょっといただいて、こっちも綺麗にいただいて、お酢もいただいて、お酒いただいて。声が苦しそうですね。帰ります。